皆さん、毎度ニューヨークでビール飲むにやっているヨシです。 Hello everyone, I'm Yoshi, a beer normally in New York. 本日もまた一本ビールを紹介したいと思います。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはタツジャパニーズエールです。で、このビールはですね、沖縄で作られているビールで、有名なですね、ヘリオス酒造さんが作っているビールなんですね。で、まあ僕自身このビールは飲んだことはないんですよね。で、しかも沖縄で作られているビールは多分オリオンビールしか多分飲んだことはないんで、沖縄のビールは多分2本目です。2本目っていうか2つ目ですね、人生で。で、もともとこのヘリオさんは、ラムとかシュガーケインを使ってラムとか作ってたりとか、ウイスキーとか、あと泡盛とかを作られている酒造さんで、まあビールも出されているんだっていう、なんか結構驚きですよね。で、一応なんか立つということで、このドラゴンの絵が描かれています。初めて今日飲むんで楽しみです。それでは飲みたいと思います。色はですね、褐色、少しダークなオレンジのような感じですね。香りの方ですが、少しですね、甘い香りと、多分モルトから来る甘い香りと、ほんのりこう酸味があるような感じですかね。で、泡の方なんですが、すごくきめ細やかで強い変動をしています。もういい泡ですね。それではいただきます。乾杯。うん、美味しいですね。香りと同様ですね、モルトの甘みがバッて上がってきた後は、後味はですね、すごくすっきりしてるんですよね。苦味は全くないですね。もちろんホップは使われてると思うんですけど、でもかといってすごく甘ったるいビールかと言われるとそうではなくて、程よい甘さがあり、炭酸もよく効いてるんで、すごく飲みやすいビールだと思います。どちらかというとこのビールは多分日本食のちょっと重ためのもの、例えば肉とか焼肉とか焼き鳥とか天ぷらとかに合わせられたらすごく合うビールだと思います。日本でその有名な札幌朝日キリンにはないそのモルトの甘みとリッチさがあるので、それから泡もすごくですね、こうクリーミーな感じなんで、他のその日本のビールに比べたらドシッとした感じで重ためなんですけど、喉越しっていうんですかね、喉越しはすごいすっきりしてさっぱりしてるんで、なんかグビグビいっちゃうビールですね。でも何なんでしょうね、この名前の決め方が面白いですよ。ドラゴンにゆかりのある方が作られているのかどうかは分かんないんですけど、まあ日本っぽいっちゃ日本っぽいですけど。それでこのサイズなんですけど、普通のビールよりも少し大きめなんですよね。一応このは、ワンパイントって書いてあるんですけど、まあミリリットルにすると 5.68 ぐらいなんですよね。このサイズで出すというところもなんか一応戦略的になんかあったのかな。ワンパイントで出すのは面白いと思います。そうですね、先ほども言いましたが、このビールはおそらくフードと合わせていただいた方が美味しく飲めるビールだと思います。それでこのビールなんですけど、あまり見かけません。ニューヨークではですね、このタツ、かなり珍しいビールっていうか、まあ新しいビールなんで、そんなにいっぱい置いてる店がないんですよね。なのでですね、もしこのビールに興味を持たれましたら、ぜひぜひ居酒屋ジラクさんの方に来ていただいて、このビールを飲んでいただきたいなと思っております。で、こちら50種類以上の日本のクラフトビールを扱っているお店なんで、本当にビール好きの方、ぜひぜひお越しください。タツジャパニーズエールでした。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールノムリエのヨシでした。 See you soon.